東下城駅にやってきております。この東下城駅はこのような形で独特な駅舎なんですよね。自分結構この駅舎好きなんですけれども、東下城駅含めて馬遠西線ワンマンカーでの運転が始まりまして、今までは2両編成でもどっからでも乗れたんですけれども、ちょっと乗るルールが変わってしまいますので、今回その説明の動画を作りたいと思います。4月1日以降の時刻表なんですけれども、こちら見ていただければ分かると思うんですけれども、ワンマンがちょこちょこっとこうあります。朝の時間帯と、まあ、一部夜の時間帯、新津から津川の間の区間でワンマン運転が一部行われると。知ってる方は全然当たり前だろうって思ったりするんですけれども、実は全然分かってないとワンマン運転で大変なことになってしまうことがあるので、はい、乗り方の説明の方していきたいと思います。駅のホームあるんですけれども、こちらのところにワンマン乗車口という書いてありますね。新津新潟方面、そしてこちらが津川会津若松方面とあります。この場所に止まって乗るようにしてください。この場所以外のところだと、こちら見てわかりますかね、この紙の通り入り口が2両編成の中で1箇所しかないんですよ。これよく後ろのところで待ってて扉が開かなくて乗るのとかってこう遠くから言われるっていうことが結構あったりするので、必ず先ほどの停止一番で待つようにしてください。そこの前の扉だけが開きます。でそこを開いたら整理券がありますので、整理券を取って乗車する。目的地に着いたらこちら先頭のところに運賃箱があるんですよね。この運賃箱が、まあ、停車してから運転手がこちらのところでバスと同じような感じで整理券とお金を支払って、それで先頭車両から出る。これがワンマンカーでの乗車のルールになります。係員がいる駅、例えば5000駅だとこちら関係なく全部開いて改札での作業になります。これ本当にやっちゃうんで、必ず先頭車両の後ろ側の扉から入る、先頭車両の先頭から出る、これだけきちっと覚えて間違えないように乗ってください。どの駅でもこのワンマン運転のこういう案内板ありますので、これを頼りにこのまま止まっていれば安全だと思いますので、ぜひともお願いいたします。いやー、しかし東下城駅は前にも駅紹介したんですけれども、国道が横にこう走って車の音はなかなかあるんですけれども、駅の雰囲気いいですね。私はこの駅結構好きな駅です。この駅管理の方もしっかりされてて、花とか植えられてる方もいましたので、本当にねこういう駅でもどんどん盛り上げていければと思います。